皆さんこんにちは、鉄道調査員クロフォードです。 JR 北海道、2022年3月ダイヤ改正、 H100 の増備が進み、キハ40は数を減らしていきます。そして釧路への廃車改装列車が運転されることになりました。キハ40が止まっているその隣を H100 が軽快に走り抜けていきました。45年間北海道民の足として走り続けてきたキハ40、最後の時が迫ってます。数日前まで旭川に通う生徒さんを乗せていたはずの40が廃車改装されていく、その横を乗せていたはずの子供たちを乗せている H100 が通過していく、これを見るのはかなり切ないものがありました。
でもこれが世代交代の瞬間で時代の流れの変わる時なんですよね。昭和50年代に作られ近日まで走り続けてくれた車両です。まだ全ての車両が引退したわけではないですが、機械40は順次数を減らしていき、数年後には完全引退すると思われています。 H100 型の動向と合わせて最後までしっかり機械40の姿追いかけていきたいと思います。この後走ってきた列車のデータは次回紹介しますので、ご視聴ありがとうございました。